無縁ビジネスとは、無縁社会に生きる単身者の孤独、孤独死への恐怖、不安を対象とする産業。四国八十八カ所令状の第七十一番札所ヤダニデラの運営する A 隊、供養2010年に NHK による造語として、無縁社会が大きな反響を呼んだ。実際に誰にも見取られることなく、死に行く無縁死者数は年間3万2千人にも上る。 それ以前より急増していた単身者を対象とした、主に、高齢、死を扱う新しいビジネスとして、共同墓地、永代供養、保証人、見守り買い物などの代行サービス、話し相手サービス、新編整理や遺品整理、埋葬などを専門に受け負う、特殊清掃業、特定非営利活動法人などが、にわかに産業として脚光を浴び、注目されるようになった。 こうしたビジネスを無縁ビジネスと呼び、無縁社会と共に現代を象徴する流行語に、一つとして語られることが多くなった。NHK の取材によると、かつて日本社会で多く見られた遅延、血縁といった地域社会での人間関係や家族、人類との関係が次第に失われ、さらには終身雇用が崩壊したことで会社との絆であった。 社員までが失われたことによって生み出されていた。ABNHK スペシャル無縁社会無縁士3万2二千人の衝撃。2020年6月5日閲覧。ありがとうございます。